緯度0度を、統計60度を中心とした正者、図法正者図法とは、地図投影法の一種である。方位図法に分類される。数学用語を使えば、地球表面を平面に対して、正者へして描かれる地図である。あるいは、無限遠にある光源で平面に投影したもの、十分離れた距離から地球を観測した時に見える、様子、などと説明される。最大の長所は、 聖者 A という理論的に分かりやすい手段を使っている点である。十分遠くから見た時の様子という分かりやすいイメージを持てる図法でもある。実物の地球を見て聖者図法だと言えるためには月よりもっと遠い必要があるが他の惑星を地球から観測した像は聖者図法と言える。中心点周辺の歪みは小さいが他の図法と比べて優れていると言えるほどではない。 北極点を中心とした場合、一線上の長さは正しい。端所は半球までしか表現できず、周辺部の歪みも大きいことである。歴史は古く、紀元前2世紀にはヒッパルコスが使用している。紀元前14年に、ウィトルウィウスが人形の製作と、太陽位置の計算のためにこの図法を利用している。スナイダー、ジョン・ P、フラタニング・ザ・アース。 2,000 years of map projections ピアニッシモ16-18シカゴロンドンザ・ユニバーシティ・オブ・シカゴプレス ISBN 0-226767469ありがとうございます